10日、東京都、渋谷桜ステージにて雷神が記者会見を実施。12月31日に埼玉スーパーアリーナで開催の雷神4-5で富澤大地 VS 篠塚つ樹の試合がオープンフィンガーグローブ装着のキックボクシングルールで行われることが発表された。元系ワンファイターである孤高の当人、富澤大地は現在朝倉未来が主催する1分間最強を決める。 ブレイキングダウンに出場中。その強さは他の追随を許さない圧倒的なものであり、あっという間にブレイキングダウン最強格へと上り詰めた。現在、富澤はブレイキングダウンの初代バンタム級王座決定トーナメント準決勝まで駒を進めており、ブレイキングダウンの頂点を狙う中でまさかの雷神参戦が電撃発表された。相手は古巣のクラッシュでフェザー級王座を体感している篠塚毅。 会見に出席した富沢は、ブレイキングダウンからやってきたんですけど、知名度できたわけじゃないんで。和からしてやりますよ。一分でぶっ倒そうかなと思ってます、と自信を見せるが、平本蓮が、てかお前誰だ用意。うるせえよ。俺たちに感謝しろよ。俺の知名度のおかげで組めてんだぞ、と突っかかっていき、一触即発の空気に。一方、篠塚は、今回のテーマはビートティーチ このバカはぶっ飛ばして教えてやりますよ。あいつのファンもバカだから、ブレイキングダウンの富沢は強い、とか言ってるけど話になんないんで。楽しみにしててください。リスクは、勝ったら当たり前だし、負けたら言われるんで。まあ負けることは絶対ないんで。こいつ、1分で倒す、とか言ってるっすけど、倒れるはずもないし、レベルも違うんで。そこだけ楽しみにしてください。マジレベル違うんで、 自信たたっぷりの様子を見せた朝倉未来とは何か話をしたかと問われた富澤は「決まったねおめでとう」っていう感じですね。僕はブレイキングダウンに出ることを決めた時から雷神に出るってことは見据えてやってきているので相手は僕が元々やってたクラッシュって団体のチャンピオンの選手なんでこんな美味しい舞台はねえだろと思ってるんでこいつを食ってからがようやく第2章のスタートだと思ってるんで。 全力で倒しに行きますよ、とにあり。あいみ後のフォトセッションでは、フェースオフの際に富沢がつかみかかってブレイキングダウンさながらの大乱闘を展開。ブレイキングダウンのエース格が早速雷神でも存在感を発揮した。雷神、45日程、2023年12月31日、日曜日開始、14時予定、会場、埼玉県。 埼玉スーパーアリーナ下向き黒三角雷神キックボクシングルール。オブ着用、60.0kg 四の塚たつき、某機械、バーサス富澤大聡、フリー。